はい、皆さんこんばんは、捜査と申します。今ですね、夜中の11時39分ですね、土曜日の時間なんですね。で、今ね、YouTube の生ライブっていうのをちょっと一回試しにやってみたんだけど、難しいね、生ライブっていうのはね。で、俺もライブ配信始めてからなんだけども、なんだろう、今ネットで調べたのね、YouTube ライブ初心者がまず押さえるべき5つのポイントっていうの、これちょっとね、読んでてちょっとうんと思ったんで、今ちょっとここで動画として、ね、残しておこうと思いますね。すでに YouTube に動画アップされている方はなんとなくお気づきでしょうが、ライブ配信って普通に撮影して編集する動画に比べていろんなメリットデメリットがある。確かにそうなんです。普段ね、別なところで生配信毎日やってるんだけども、まあほぼね、今決まった人と話して、で初見さんが来ると、ね、どこの人なのとか、ね、仲良くしてねとか、で大体決まったメンバーで話すっていうのがまずメインなんだけども、 YouTube っていうのは全世界に広がる。まあ他のやつでもおそらくそうだと思うんだけども、でもね、 YouTube ってやっぱちょっと質が違うと思うので、僕はね、僕は YouTube から始めた人だから、でいろんなところにこうてんてんとしてってる人なので、でライブ配信のメリットデメリットっていうのがそれぞれあるので、それをちょっとね、今日視聴者の皆さんにこう今ね、僕が調べたものをちょっと教えたいと思いますね。まず一つね、ライブ配信のメリットとしては、編集する時間を大幅にカットすることができますよということですね。確かにね、今これ録画でやってるんだけども、編集する時間ってすんごい時間かかるのね。僕も別チャンネル、ダカアポチャンネルの方でいろんなね、お芝居のやつとか撮って編集するんだけども、編集って実はすごい時間かかってて、一番かかったので3日ぐらいかかってる時あるのね。やっぱ細かいの入れたりね、やっぱ慣れてない時期だったから、やっぱそれなりに時間かかったっていうのもあるんだけども、ね、やっぱり生ライブだと編集する時間が少ないですよということでございます。2つ目がですね、編集されてない感を演出できる。確かにそうなんですよ、ね、生ライブだと編集っていうものがいらないので、これ立て続けに撮ってるよねって、僕すごいと思うのが、生ライブじゃないんだけども、スーツくんね、スーツくんの背広チャンネルとか、そういうのをよく最近見るんだけども、で電車乗ってるやつっていうのは、あれはまあなりに編集してるんだけども、普段こう彼が一人で喋ってるやつっていうのは、ほんと途切れなく、途切れることなくこう喋ってる。それがね、僕は彼はすごいなと思う。多分ね、YouTuber として尊敬できる人物の一人かなと思いますね。3つ目ね、リアルタイムで視聴者さんとチャットができる。これは他のね、例えばツイキャスとかフワッチとかそういうのでも同じだと思います、ね、まあそういうのがあってしかりだと思うんですよね。でただ、その一方でデメリットもあるんだよ。デメリットっていうのは、事前に準備していないと配信時に困っちゃうんだよね。コンテンツとして成り立たなくなっちゃう、ね、当然さっきの俺みたいにね、突然じゃあやってみっか、パッてやったって喋る内容がないと、ん？ん？ん？ってなっちゃうわけよ。そうなってしまうとまずいよね。何喋ろう、ただ無音の時間だけが流れていく。でそれをアップロードしたところで、生配信見せたところで、視聴者さんはなんだこいつ喋んねえじゃん、面白くねえじゃんってなってしまう。ね、そういうのを防ぐのに防ぐことができないんですよね。やっぱね、準備してないと、準備が必要ってこと。で2つ目、見せたくないシーンが見られてしまう可能性もあるね。確かにそうなんです。例えばこれ準備するのにおっとっとっつってね、なんか物を落としたとかなんとかっていう、ちょっとこれ見られたらまずいなっていうものまで見えてしまうということ、これが、起こり得る、ね、本当に映しちゃいけないものとかもあるからね、やっぱね、版権ものとかなんていうのもやっぱその一つだと思うんですよ。今ね、そういう著作権とかそういうとかのうるさいですからね、そういうの気をつけてやらないといけない。ね、3つ目、ね、チャットで変な人からコメントが来るかもしれない。これはね、さっき言ったツイキャスとかフワッチもそうなんですよ。やっぱり嵐っていうやつですかね、そういう人たちが
僕もね、まあ、ツイキャスとかフワチとかもやってて、やっぱね、まあ、嵐のコメントたまに来たりします。うん、でそういうのって防ぎようがないんですよ。でそのチャンネルをね、枠をね、楽しく見てる人たちがいきなりそういうね、心ないその嵐のコメントポンって入るとね、やっぱ見てる人もなんか嫌な気分になるし、やってる人はもっともイラッとするし、ね、でそういうのがあるので、やっぱりここはね、ちょっと塞ぎようがないデメリットの部分なのかなっていうところだと思いますね。ほとんどね、なんぞもう裏表、まあ、表裏一体なんですよね、これね、長所と短所っていうのは。で、ライブ配信を始める3つの条件っていうのを見て、おっと思ったんですよね。やっぱね、あ、これやっぱ大事なんだなって。これは他でも通じるかなと思うので、ちょっとここでご紹介させていただきますね。まず1つ、チャンネル確認が済んでいること、これも絶対条件だよ、これ絶対条件だからね。うん、で2つ目、ね、まあ、過去90日間のうちにライブ配信関連の制限を受けてないこと。僕ね、1回受けたことあるかな、その著作権の関係。あまりこれ言っちゃいけないことだと思うんだけども、やっぱね、制限受けたこと1回あるんだよね、 YouTube でね。だからそれ気をつけなきゃいけないですね。3つ目、 YouTube 上でライブ配信を有効にしていることと。まあ、まあ、言われてみりゃね、まあ、当たり前のことなのさ。まあ、Twitter とかふわっちでもそうだと思うけども、まあ、これらっていうのは自分がね、まあ、まあ、Twitter じゃねえや。ツイキャスね。ごめんなさい、間違えました。まあ、ツイキャスもフワッチもそうだけども、自分のアカウント持ってて、そこからこう生配信ができるっていうところだと思うんです。うん、まあ、こういうのはまあやっぱりね、必要最低限なきゃいけないんだけども、じゃあ一方でライブ配信で絶対やっちゃいけないこと、ね、まあ性的描写っていうのはもう当たり前、これダメなんですね。で、有害で危険なコンテンツダメね。過去にいますからね、こうね、もう芸能人の誰々のとか荒らしに行くぞとかって言ってバンになった人ね、いますからね。もうちょっとここでは名前言えないですけども、で暴力的で生々しいコンテンツ、これもダメなんだよね。だよくさ、いるじゃない、なんか生配信見ててもなんか他のね、SNS のやつ見ててもさ、なんかそのアンチコメントをしたね、枠主に対してさ、あ、リスナーに対して枠主がこう、うるせえなのかな、どんなことだって言う人いるじゃない。ああいうのってダメなんだよね。まあ俺もね、なんかこうブチッと来た時なんかたまに言っちゃう時あるんだけども、今気をつけてます、今はね。今気をつけてるけども、絶対言っちゃダメね、そういうのはね。で、差別を助長するような不快なコメントとかもうダメです、これはね。これは今うるさいですからね、そういうのね。で、脅迫するようなコンテンツ、これもダメ。スパム行為、誤解を招くタイトルや説明、詐欺行為もダメですよ。これも犯罪ですからね。ね。まあ、臨場感、緊張感が伝わるものっていうのがまず第一条件だと思うんだけども、まあ節度を守りましょうね。節度、ライブ配信、まあ SNS 上だからって、まあこれネット返してるわけじゃないですか。でインターネットを返してるからといって何でもやっていいかと言ったらそうではないんです、実はね。まあ僕もいろいろとね、商売でインターネット使うことあるんですけども、ネット上だから何言ってもいいっていう勘違いされてる方がいるので、そこはね、絶対勘違いしないようにしてください。であとはね、いろんな、まあ、全てのものに対してもそうなんだけども、やっぱりみんなが楽しくね、楽しく入れるような、見れるような枠、まあ配信ね、そういうのを僕もこれから身をもって言ってるな。僕もこれからね、そういうのをこう心がけて動画作っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。というわけで、以上、操作でした。はい、以上でした。
ありがとうございました。